こんにちは、森田です。コミュニティのご登録ありがとうございます。本日の質問は、早い泳ぎ方と楽な泳ぎ方の違いはありますかという質問ですね。早い泳ぎと楽な泳ぎ方の違いっていうのは、僕が考えるのは、もちろんその勢いですね。例えばちょっとこうホワイトボードをちょっと使いますけども、基準は絶対変えちゃいけないのは、動かしやすさ、この動かしやすさに関してみれば、早く泳ぐのも楽に泳ぐのも変わらないです。例えば、自転車で例えていくと、自転車は、ね、皆さんこう分かるように形は変わらないですね。こうペダルを漕いでいく、ね、こうギアを切り替えて早くこう進むとかっていうのはあるかもしれませんけども、動かしやすさとか、その例えばクロールは手を回す、平泳ぎは横に回すっていう種目によって、ある程度の形っていうのは、決まってますよね。のでそこに関してみれば、皆さんがちゃんと動かしやすさっていうものを大事にして探して、それが良ければ5、ダメだったら1個、ね、ちょっと今の段階では捨てとく、でまたちょっとここがおかしくなってきたら思い出すっていう、この流れを大事にしてやっていただけたらと思います。